防衛力の抜本的強化において、総理は外交には裏付けとなる防衛力が必要と述べました。そのことには同意しつつ、国民民主党は国家としての真の防衛力とは、総合的な安全保障であると考えています。昨年提出した総合的安全保障法案を今国会でも提出する予定ですが、安全保障を支えているのは、協議の防衛力のみならず、経済力、技術力、資源や食料、言語を含めた文化力、人材力等々の総合的な国力です。この点に関する総理の認識を伺います。昨年末、御党から安全保障政策に関する提言をいただいた際にも申し上げましたが、総合的な国力が重要であるとされている点について、私も同じ認識を持っております。